皆さんこんにちは。コロラド州のエスティスパークです。ロッキーマウンテンをレンタカーで越えて今夜のホテルのデンバーまで向かいます。この辺りは去年の冬に来たことがありました。その時は雪が積もっていてかなり寒かったのを覚えています。ボーウダーの町です。コロラド大学がある高原の美しい町です。ここからデンバーまでは1時間ぐらいです。いよいよこのレンタカーの旅も終わりに近づいてきました。メキシコとの国境のサンディエゴからここデンバーまで約 2600km の道のりでした。ここまでの7日間、あっという間に過ぎたような感じがします。アメリカ大陸の半分も走破していませんが、さまざまな景色を楽しむことができました。これもレンタカーで旅をしたおかげだと思います。僕が大人になった時にこの動画を見て思い出すことができると思います。次の日の朝、デンバー空港です。ここからロサンゼルス空港まで移動します。ロサンゼルスまでは約2時間半です。ロサンゼルス国際空港に着きました。デンバーとは2時間の時差があります。ここでまたレンタカーを借ります。今回はちょっと大きめの SUV を借りました。
旅の荷物です。この車なら楽に乗せられます。ロサンゼルスの街をドライブします。空港の近くのイン&アウトバーガーです。インスタ映えポイントとして有名です。ライブを続けます。西の終点、サンタモニカビーチに行きました。駐車場はどこもいっぱいで、少し離れたところにやっと見つけました。今日はビーチバレーの大会をやっているようです。ロッキーマウンテンは雪が積もっていたのに、同じ国でも随分違います。僕もスケボーを持ってきたら、ここで乗ってみたかったです。ビーチから橋を渡ってオーシャンアベニューに向かいます。ヤシの木がたくさんあって、ここが一番ロサンゼルスっぽく感じます。高級車と高級ホテルが並んでいます。
今回はこの近くのお寿司屋さんでランチを食べました。ランチの後は一旦今夜のホテルに向かいます。高速はとても混んでいますが、いつものロサンゼルスの風景です。これまたおなじみのトーガンスにやってきました。都ハイブリッドホテルに泊まります。ご視聴ありがとうございました。この動画を見て面白いと思っていただけた方は、いいね評価とチャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。